実は今日の日刊ガイドで、IWJ の日刊ガイドでですね、3月1日のことをちょっと早めですけどね、2月の末ですから、あと3日後なんですけど、3.1 と、で 3.1 と聞いてピンとくる人と、すごくくる人と、全く来ない人と、これ世の中分かれてるんで、3.1 と、3.1? 3.1。何ですか？あ、ピンとこない人。3.1 というのは 3.1 で聞いたら、これは韓国の人、北朝鮮の人、もしくは在日の人、だったらピンとくる。3.1独立運動というのはあったわけですね、大日本帝国によって併合された、併合されたこの朝鮮の人々が、この平和的な運動 で文書も書いて、そしてこのね、朝鮮の、ね、人民が、ね、併合されてしまって、そして民族差別のもと、ね、うん、こうひどい状態に置かれていると。東洋の平和、それから、何よりも日本の、ね、政府の、ね、改心を願うというです、ね、この独立宣言を書いたんですよ。そして平和的な集会を行進をしたら、これを大日本帝国の官憲は、軍隊が駐留してますから、大弾圧を加えて何千人も虐殺したんですよ、ね、何千人も死んだわけ、うん、何千人ぐらい死んだんですかね、うん、なんてなんか今日か昨日か見ましたよね、うん、満単位で満単位で、うん、正確なことわからないわけだし、うんうん、これについてじゃ あのはっきりした謝罪だとか保証とかしてないわけですよ。でそういうこと、むしろ逆に三一独立運動のなど、いやそれまでの抵抗運動とかを見てきて、逆に関東大震災で起こった時に、うん、ああいったことが起きるんじゃないかという恐怖感があって、官憲はだから官憲が主導して、流言を流し、そして、自警団に殺させたわけですよ。だからあれは官製の虐殺ですよ、うん、大震災で。3.1独立運動のその宣言のことを今日の日刊ガイド、朝の日刊ガイド書いてるんですけど、この中にね、民族差別とともにと、こういうことを日本政府がけしからんって書いてる中に、統計の粉飾のもとって書いてあるんです。あの時代に、1919年、併合か、そのあと、その3.1独立運動が起こった時の時点で、朝鮮人民がこの下からね突き上げていく時に、日本政府はけしからんと、それは日本の人民、それは大日本帝国はけしからんと、我々に対して非常に差別的だと、これは分かるんですけど、同時に並べて問題にしたこと、統計の偽装だった、これはびっくりしませんか。そうですね、帝国は統計の偽装のもとに成り立っていた偽装統計帝国だったわけですよ、うん、まさに偽装帝国、うん、統計偽装帝国をやろうとしてるわけでしょ、うん、まあ、やってたってことですね。やってたし、今もやってるわけじゃないですか、うん、もう安倍内閣になって、そうですね、うん、